レベル1アクション。そこださあ始まりました。おっといきなり勝利、ドラクエは使いやすい切り替え技、まあ、いわゆる超人みたいなの持ってないんで、ジンが画面端で固めちゃうと切り替えがいいかもしれないですね。隙を見つけてこれですね、この空中爆発で裏回っちゃうとジンガーとしてはあのやめてくれよって感じになるんですけど、その隙を見出せるか、その隙を与えずに攻め切れるか。さあ攻撃カット、だ攻撃で一個セカールでまとまったダメージを取る。そこに攻めその場を置きに下段からコンボ決めて、そのコンボに長い、長い、しかった甘い、あーっとこれは助かったし、時間の無駄だ。ジンが1本前にして2ラウンド目、ソリューを上から最後の中段、マリアで距離が離れてる。ステッカー、全部2段でキーが入らない。ドラクエはクライマンテではそんなに有利を取ってるからじゃないと思うんですよね。距離が離れてたのかな。ちょっと番組なんで、これは D 入りますね。さあ来ました、おっと飛び道具で切りを削る。この切りは対処としては全く逆になるんですね。自分の釣り方とは切りを壊れてしまって、残り1回かな。バッテリーさん9枚 B がカウンター。逆転は敵方が多いから息を押してくる。さあここで逆転モード、キムチが入ってぐるぐる広くてキムチ落として落ちてキムチぐるぐるキムチキムチ広くてぐるぐるキムチキムチ落ちてキムチ、おっと受け身がうまく刺さった。さあ楽印6割、いや7割回収。空投げ、銀の3。さあガーキャン投げを押していくか、バースト。そこだ、まあ、ラクレーはガーキャンがノエルと同じ特殊なタイプ、投げが相場で水の投げが出ます。ゲージ100発からガーキャンからディストーションなんてまともとダメージされますけど、補正かかるんでそこから何だろう、殺していくかできません。あーここで撃った、なんだっけこれ、氷河闘神、ノイマン陣がここでアラクネを倒してユーノエルを引っ張り出します。